どうもウィリアム・テンプソンです。今回はね、久々にハンズ行ってきました。新宿のハンズ、だいぶ靴磨きコーナー変わってて、って思ったもん。なんか場所移動してると思って、最初さ、私高島屋側から基本的に行くことが多くて、なんか入り口がさ、ハンズ側からだとなんかちょっと遠回りなんで、ね、新宿駅側から、私いつもね、まあ電車で行ってん時もそうだったし、車でも大体テーラー福岡のセンタービルに止めてんから西口から行ってんのよ。すげえ遠いんだけど、南まで。だからあんま行かなかったんだけどさ、用がない限り。そう、本当に久々に行ったらさ、藤田さんも元気にやってましたけど、そこでこんなの買ってきました。デリケートクリームのポンプ、今更です。だいぶ前に出て、なんでだろう、私がカビるって言ってから、デリケートクリームカビるんですよって言ってからこういうのが出たので、理由としてはデリケートクリームってこういう瓶に入ってて、で手で取る、まあペレトレートでも結局な、もう外からこう影響を受けるから菌が入りやすいで繁殖しやすいんですよ、デリケートクリームって。そんだけ結構こう化学なんだろうな、化学っていうのも変だな、別に化学物質がだけが菌に強いってわけじゃないし、自然のものもね、有機物だって菌に強いのはあるから、それはなんとも言えないんだけど、まあとにかくそういう防腐剤的なものが、自然だろうが人工的だろうが入ってない、あんまり。だから皮に優しいのかっていうのはわからない、正直。なんか怪しいところはある、でっていうところはあるんだけど、まあそんなデリケートクリームそういう世界がね、私がカビますよあれって言ったんですよ。したらそれが影響してかは分からない、本当にたまたまかもしれないけど、出ましたね。何、どうやって開けんのこれ。開け方が書いてないから何これ、なんだ、一回取れ。で、一応これが詰め替え用。私はこれは持ってたんだけど、瓶に詰め替えて、安いからさ、詰め替え用の。あ、すげえ意味ない。てか、これ開けちゃ意味ないんだけど。その意味がないんだけど。これあれだよね。閉じてた方がやりやすいよね。多分逆に回すとか多い。あ、普通にこうだっけ。あれ、逆だ、何やってんだ。何これ。開かないんだけど。何これ。こっちの方がなんか緩くなってる気がする。ここも、え、何これ、なんかここら辺す、あだよね、これ意味なくない結局開けてさ、なんかこんなのやんなきゃいけないじゃん、そしたら菌入っちゃうじゃない、これさ、せなんか、いやー、これここになんかこうキャップみたいになってて押せないみたいな方がいいよこれ。ああ、やわし、さすが、え、あるじゃん、そういうシャンプーで確かに下から引っ張ってやる。それではないだろうなっていう。だって、それを、それをさ、回避するためのものじゃない。カビないように。で、出る。あ、すごい、硬いですね。ね、硬いけどそんなに。てか、出すぎだろ、これは。これは出すぎだよ。いや、これなんか、あ、で、シルバーのラッタンジーです、これ。なんかだいぶ乾燥してるんで、べったり塗ります、とりあえず。で、そう、やっと取れた。疲れちゃった。何の話してたかも全く覚えてねえわ。まあ、藤田さん、そう。6月末くらいから、体型に変わった、体型って販売のね、感じが。回はね、6回で、6回だけ変わんないんだけど、ブースの場所が変わった。前は下りエスカレーターの方にあったんだけど、今はね、上りと下りの間にあります。
で、レジの位置も変わったからさ、え、そっちみたいな。だから久々に行く人はね、ちょっと迷うかもしんない。あれこっちじゃないって、いや、先入観から迷うかもしんない。初めて行く人はさ、キャッシャーどこだってなるけどさ。ねえ、私もこっちだろうと思って行ったら、ただただ無駄に歩いただけだったっていう。そう、藤田さんと話しまして、久々に、もう1年ぶりくらいかな。どう、あの、先生は元気してんのって。先生ってピカピカさんのことなんだけど、なぜか藤田さんはピカピカさんのこと先生って言って、で毎回ね、藤田さんはピカピカさんの話をするんだけど、毎度あのピカピカさんの目力が半端ないって話をするんですよ。で、第一印象はちょっと怖い感じだったけど、まあだんだん話してたら意外と全然普通というか、むしろ好印象な感じでっていう話になる毎回。いや、デリケートクリームたっぷり使えるのいいね。本当、私はデリケートクリームはね、前までほら大量に持ってたからたっぷり使ってたんだけど、最近在庫がなくなってきてちょっとヘニャヘニャヘニャって使い方がね、あの、弱っぽい感じになってた。こんだけ詰め替えまであると。今 400ml あるからさ、余裕です。ちなみにこれはね、3000ちょっとくらいで、詰め替えはね2500円くらいだったかな。で、容器代が5、600円ってとこで、まあこれ一生使えるっていう場合だけど、長く使えるだろうし、多分、ね、で、ほら、デリケートクリームをポンピングするって考えるとさ、ちょっと何かしら専用の、なんかこれアルコール強くなった？デリケートクリーム、気のせいか。なんかすごいアルコール臭がする。なんだこれ、なんかね、あ、すごいアルコールの匂いするんだよ。こんなアルコール強かったかな。やっぱカビるって言ったから、なんか無駄にエタノール増やしたりしたのかな。でも私だったら、なんかもっとこう、なんだろう、メッカリエロじゃなくて、なんだっけ、メッキンスみたいなさ、ああいうの使ってほしいんだけども、無駄にこうオーガニックに偏らなくていいからさ、こだわらなくていいから。困るんだよ、もう個人的な意見言わせてもらえば、もうオーガニックこそ正義みたいなのはなんかもう違うし、じゃあ化学製品イコール正義っていうのも違うし、どっちものいいところも取りゃいいじゃんっていう話じゃない。すっげえ柔らかくなった、ガッチガチ。まだこっち一切塗ってない。こっちもふにゃふにゃ、ほらしっとりしちゃってる。動画でも多分伝わってると思う。まあ、濃くなってんのはね、水っぽいの塗ってから当然なんだけど。これでも、パキッちったぞ。中のなんか接着剤とカウンターが隔離したっぽいね。こんだけ塗ってんとね、もしかしたら鏡面見分け失敗するかも。これなんか取りすぎちゃうな、つい。でさ、何の話？あ、そう、デリケートクリームにこうエタノールなんかやっちゃうとさ、なんか匂い違うんだよな。なんだろう、こっちと出してみる。なんだろう、革の匂い。なんかこの染料と反応してるとか、そういうのは可能性はゼロじゃないけど、どうなんだろう、その可能性もあるかな、わからない。もう手がそういう匂いになっちゃってるもん、なんかよくわかんないけど。すんげえアルコール臭い。いやー、ほら、保水性を高めるものなのに、
揮発性高めるもの入れちゃうとさ、どうなのっていう。わしはね、確かにデリケートクリーム腐りますと、その時はもうしょうがないんで、エタノールを吹きかけて容器の中にね、でもうこうシェイクして夏場でどうにか対応してくださいと言ったんだけど、それはさ素人が考える話であって対処法なだけなのよ。とりあえずデリケートクリームの品質を維持するっていうためだけの、もっとこう開発部がさね、アルコールだけだとしてね、例えばこう改良していて、それがアルコールだけの調整したとかであれば、それがもっとねアルコール使っててもさ、保水性高める成分を別で追加したんで、もうむしろ前よりも保水性高まってますとか言うんだったら全然いいんだけど、そうだからまあもう話戻るけど、藤田さんといろいろ久々の話をして、今どうなってるんですかって靴磨き界隈は、まあ磨き屋たちがちょっとこう盛り上がってるみたいかなっていう。ただもうあっちはあっちでこう楽しんでて、なんかもう離れちゃってる。これ今まではさ同じジャンルの中にいたけど、もう別ジャンルになっちゃってるっていう、そんな感じはするね。だそれがいいかっていうと、まあ切磋琢磨はできないよね楽しいかもしんないけど、お互い何も気にせず、争いがあったから前は、それがなくさ楽しめるかもしんないけどね。でそろそろねまた会ってもいいんじゃないかなって、その交わりが、じゃないとただただ廃れていく一方じゃん。わしもせっかくここまで来たんだからさもうここまでねえ来たならもうちょい伸びてほしいよね。もう一回塗ります大量に塗ります。かなり乾燥してる。だクリストフ・ポーニーもこの後塗ります。だからまあ今盛り上がってるのはそっち方向で、であとまあハンズに関して言えばブースがね前よりもこう趣味感が弱まったから、こう女性の購入、まあお客さんが増えたとは言ってましたね。プレゼントで買うとかさ。ただね足がバーッと見た感じ、品揃えはね棚は多くなったって言ったけど、品揃えはねやっぱなんかねちょっと違うんだよなっていうのはあった。やっぱりこう、高級寄りなんだよね、どっちかっていうと。なんかもうどんどんなんだ、矢沢のやつなんだっけ、矢沢ワックスだってさ、まあそれは結構前からないけど途中からなくなっちゃって、で、まあ、矢沢がちょっと撤退したのかな、わかんないけど、そこは減らしたんだろうね単純に。でさ、まあ矢沢って要するに谷口家政だっけが作ってるから、まあ、ライオンですね、ライオン。ライオンのエクセレントワックスがありゃいいんですけど、矢沢が一番安かったからさ、で別にそんなに変わんねえしって思って矢沢を使ったんだけど、なくなっちゃって。でエクセントワックスもさ今黒しかなかったんだよね、この前行ったら。たまたま在庫がないのか黒しか置いてないのか。ただ前にね、そのバーガンディをもうハンズでは置かないってことになったって時期があったから、もしかしたらそのなんか流れで全部黒以外は
そうなったのかもしれないけど、いや個人的にはああいうね一番いいと思ってるワックスがなくなっちゃうのはって感じがしたね。キウイのデザインも新しくなったし、パレードゴルス、あとね、まあちょっとなんかハンズとコロンブスのコラボクリームがプレミアムとかいうのがね新しく出ててさ、何なんですかって言ったら、まあこういう感じのだよって教えてくれたんだけど、あの歯医者員コートみたいな感じでしたねあれで、しかも色がなんか黒とニュートラルと、それいいじゃん、茶色がまずすんげえ薄い茶色なの、もうコルクボードみたいな色のマジで薄い茶色で、ちょっとまあもうちょっと色まではさすがに覚えてないけど、さらに薄い茶色がもうね黄土色なの、ただで、もう一色変な色があったんだけど、なんかもう色の展開がひどすぎるまずあれはいらない、正直最初はねいいのかなと思った、何のクリームなんだろうと思った、乳化成っていうからさ、乳化成だったらどんなのかなって気になって買おうかなと思ったんだよ。で中見たらさ、ほんと歯医者インコートみたいな感じで、まあシェトルボックスでいう歯医者インクリームみたいな感じで、全体に塗るとかだったらいいかもしんないけど、つま先に塗るのはね個人的にはおすすめしません。あの冬場はいいです、で夏場は溶けます、アスファルトの熱で、でついでにエアコンとかでも、あの車のねヒーターもうあの下にやってれば溶けます。でしかも弱いです、だから守れません、つま先を。ほんと表面にやるってだけだったらいいかもしれないけど、それ表面にやると溶けるしさ、全部やると弱くて意味ないし、でちょっと扱いづらいなっていう。で今回のその陶器、それは会社員コートの話であって、会社員クリームはそうじゃないかもしれないけど、乳化性だし柔らかさとか見ると、なんかそういう系な気がする。試してみてください、私は試す記憶がないですどうせあんまりいいことになんなそうな気がするんでじゃあ今デリケートクリーム大量に2回塗りしたけど、もう手がなんかほらすげえお風呂入った後みたいになっちゃったのに、だいぶいい感じになりました。ヘニャヘニャ、これはもう置いといて、結構使った気がするな、ちょっと見てみようか、すっげえ使った気がする。え？最初どこまでやったか分かんないけど、今もうこんくらい、最初がね多分全部入ってなかったらこんくらいのかな、だから結構使ったね使いすぎだろ単純に。これはじゃあクリストフ・ポーに塗ります。ライニングはオリーブオイルよりあれの方がいいのかな、ちょっと考えます。今回はもうマジでこういう動画ですまあほら一気に3足買ったからさ、でしかも同じ工程を踏むご依頼の靴がたまたまねこの時期にかぶって、今4足同じような見え方をしてると面白いよね、4足ねマジで同じような見え方してる。水洗いしてで乾燥させたら、水水分補給油分補給、小刃削りクレームワックス、紐がねちょっと分かれそうだけどやり方が、まあこの靴はねちょっと油分は前も言ったけどだいぶ少なめなんで、ちょっと多めには塗るけど、こういう革は多めに塗るとなんか多めに塗れそうな感じがするんだよ。でも一歩手前で踏みとどまらないと
油分過多になるっていう、本当に普通に。なんかね、もうデフォルトでこう油分が足りてませんみたいな表情の皮なんですよ。だからどうしてもこう与えすぎちゃう節があって、そこは抑えつつの、だから気持ちもうは一回濡れるだろうっていうくらいで抑えとくのが重要。こういう系の皮は特にイタリア製の茶なんかもマジでそれ、本当にもうまさにこれなんだけど。で、まあそれのでもやっぱ吐き口とかはちょっと多めに塗るよ。普通に多めに塗る。ツヤよりも割れないことの方が重要だから。だから全体はツヤの方が重要だから。そこは気にしつつ。でもよっぽどもうちょっと塗りたいって感じだったらもうクレームとか塗ってください。変に油分は塗んない方がいい。ベタつくだけ。ちょっとほらこう油分型の方がね、皮にクラックが入る心配がなくなるからさ、ストレスフリーで履けるんですよ。あ、全然違うよ、もう。この表現嫌いなんだけど、もちもち感がすげえ。冗談抜きで。すげえ。なんか、ほっぺ触ってるみたいな、もうなんか、懐かしいわ、この感覚。懐かしいわってなんだって感じ。懐かしいわってなんだって話じゃないけど、まあ、そこは深く触れないでおこう。これはね、とにかく塗りすぎないこと。でも塗らなさすぎも無意味だから、そこのね微妙なところが意外と難しい。これはもう経験だけです。何がこうちょうどいいのかっていうのはもう伝えられない、私は。経験です。見て覚えろみたいな。ここまで説明してするけど、ここに関しては見て覚えろみたいな、触って覚えろみたいな、ほんとそんな感じ。乾燥してさせて油分をねこう塗った時に、こう3日置いたのにこの段階とか、3日置いてこれなら OK とか、3日置いてこれならちょっとやばいとか、まあもうちょっと置けば OK とか、そういうね細かい違いも分かってくる。で、あ、これダメだなって思った時はもう無理かもしんないけど、それでもね、でもまあほんとちっちゃい望みをかけて、油が浸透しきる前に、だ飽和する前に、身も全部洗い流す。それもうガソリンじゃねえや、灯油とか使ってね。そうしてください。あとはまあそれでもダメなら強アルカリの洗剤。ただね、皮は傷むし、まあベタベタよりはいいかなって感じだけどさ、それならもう2択しかない。ベタベタ我慢するか、皮傷むの我慢するか。だからまあそれどっちかをまあこう選んで強アルカリで洗うか。やだね、あれ手がね溶けんからさ、絶対手袋二重とかにしないと。ゴム手二重でやったんだけど、マジであれヒリヒリするよ。アルカリ系のね、やけどって本当に腐ってから気づくみたいな感じだから、最初ついてなんかちょっとヒリヒリするで終わらせちゃうと、どんどんね侵食してっちゃうのよ。腐るから壊死してるのよ。壊死してるとこうどんどん広がっていくじゃん。あれが起こるからマジで危ないの、アルカリ系は。まあ、酸性のもそうなのかもしれないけど、アルカリは特にそういうことを聞くよね。じゃあちょっとレザーセラム使います。結構高級なやつです、これ。硬いんだよね、なんかすげえ。なんだこれ、体
空回りし、なんで今日はこう開かないの毎回。あれ空回りしちゃってる、大丈夫かこれ。嫌な予感しかしないんだけども。え最悪じゃない、空回りなんかしてたら。プッシュダウン、いやーやってんだけどな。いや強く締めすぎたか逆に。うわーこれ最悪じゃない、なんかもう滑っちゃってんもん。うわマジかよ。微妙に開いた、びっくりした、あびっくりした、開いたわびっくりした。もうカットしてる前提の場所だったんだけど今のところさすがの私もカットするよここは。じゃあちょっと多めに塗ります。中はさある程度こう浸透してくれりゃいいんだけど、でも中だからって安心油断して大量にね、もう際限なく大量にやっちゃうと、あのアッパーに浸透してくるっていうね、後ろから。でも完璧油分型よもう完璧なる油分型が起こるから、まあ塗りすぎはダメでもあのアッパーよりはあのそのゾーンは広めだから多少塗りすぎても平気。これあれだわ、インソールに置くといいんだ、忘れてた。インソールに置くじゃんこうやって、ちょっと多めに垂らして、うわ垂らしちゃった。こうねインソールに今置いてます。でこうちょっと広げて、でこの上っ側をねまずやって、でサイドまでやって、でまあタンのあたりはまだいいよ。で次にインソールをこうね全面をまあまんべんなく塗ってって、でかかとこうやって、でまだ余ってるからここにねサイドの部分と羽の裏に塗ってく。でタンの裏もね当然塗って、本当にまんべんなくであとこっち側ね。で重要なのはね、個人的には、まあ、タンの羽の裏とかまあ紐で擦れるからちょっと塗っといた方がいいのかなってちゃんと思います。であとここボールジョイントのところはやっぱ曲がるところなんで、まあ、ここは気持ち多めに、ただ気持ちよ、ほんと塗りすぎちゃうと曲がるから余計上に上がってきやすくて危ない浸透してきやがる。であと履き口の部分ですね、この辺はね今追加でもう一回塗るよ。そんくらいしないとかなりまずいことになる、すぐ割れる。だから履き口だけは今追加で、であと履き口の付近にあるこうかかととかのステッチ、こういうのここから避ける場合もあるから、このかかまあ、この辺のステッチ、奥のステッチはあんま足見てない、ただまあ余裕あればやるかなくらい。あとこんな感じで、まあ、一応ここもね紐がほら擦れるから、ここもでこの辺なんかツヤ別になくたっていいじゃんこんなの。だからアッパーはアッパーでもちょっとこう一ステッチがあるけど、その一つ目のステッチくらいまでは油をこう塗っちゃいます。私はここなんかよくピッて割れちゃうからさ、靴べら使ってもこの辺もさなんかビーってなるし、すげえ塗っちゃった。まあいいや、
この辺は本当に塗っても損はないです。むしろ塗った方がいいと思う。この辺はねツヤ出すから絶対塗っちゃダメ。本当この辺までは塗ってください。逆にあとここ上からね浸透させるのも重要。まあこれで終わりかな。インソールは、まあ、インソールっていうかライニング、別にコツってコツじゃないんだけど簡単にできるようなね話だから。だけどちゃんと話すとしたらそんな感じ。そう、ただねオリーブオイルはよく使ってんけどさ、今回はちょっと高級靴だしこれ使ってんけど、なんとなくこれねクリストフ・ポーにはね結構シミになりづらいというか色が濃くなりづらいんですよ。だからまあ維持したい、白さを維持したいとかそういう時はクリストフ・ポーニーとか、あとそういう系のかちゃんとした革専用の色が濃くなんない系のオイル塗んないと真っ黒になっちゃって焦げ茶色になっちゃう、まあ、ちょっと30分になりますね。だからあんまりオリーブオイルはおすすめしない。ただ気にしないっていうんだったら全然オリーブオイルでもありなんだけど、どうやらオリーブオイルって皮をしなやかにする効果はあるけど撥水性もないし、あと皮を強くする効果もないと。強度を上げる効果が、油分にはね皮の強度を上げる効果のある油分とかもあるんですよ、種類によって。だけどオリーブオイルはないんだって。でだからって弱まるかって言ったら弱まるわけでもないんだって。まあそんな感じなんで、あんまり強度とかを気にしてる場合は意味ないかな。ただまあしなやかになれば足に形が沿ってくれるので強度も強度よりは最初はそっちの方優先の方がいいのかなと思います。でなんかだんだんほらもう別に柔らかさ必要ないなとかなったら、ちょっとうっすらこういうね革用のものを塗って、でその上で維持していく、状態を維持していくっていうのは手かもしれない。私はやってないけどね、そこまで細かく。でもまあちゃんとやるんだったらそんくらいやってもいいかもなとは思います。でまあとオリーブオイルの問題点としては、あオリーブオイルっていうかあれだ、ライニングに塗る油に関してはまずクリーム系は絶対やめた方がいい。なぜかというと全然滑らないからキュッカキュッカしちゃって靴っていうか足が入んない、全然入んなくなる。あれは気をつけてください。ただ場合によっては、ね、私こんなこと言いながらもそのご依頼されたセトラノフォックスにはあえてクリストフ・ポーニーのレザークリーム塗ったんですよ。理由としてはまずセトラノフォックスはこの辺が浸透しない系のやつだったんで、革だったんで、まあ、それが理由で、まずこんなの塗ったらさただねっちゃねちゃするだけだから靴下が。でそういうのを塗って、でまあ長いスパンで見て浸透するような、浸透しないって言ってもゼロじゃないから、だからこうゆっくり浸透してってくれよって意味でまあ垂れないようなものにしました。であと色がさ綺麗だったから濃くするのもあれかなと思って、でその2つ掛け合わせたらまあオリーブオイルでもないしレザーセラムでもないし普通にレザークリームかなっていうところでね判断したんだけど、でさ
ニートフットオイルとかそういう動物系のやつはライニングはね基本的にもう なんか理由がない限り絶対ダメ。もうタブータブーくらいの勢いでダメ。なんでかっていうとカビるから。動物系はマジでカビる。植物系もねカビるっちゃカビるんだけど鉱物系が一番いいんですよ。だからなんだけど鉱物系ってあんまなんかわかんないしシリコンとかはよくわかんないし、そんなのだベビーオイルとかねああいうのはいいと思います。あれはねおすすめ。なんだかんだ私オリーブオイルとベビーオイル混ぜてんから。今浸透させてマッサージしてますでオリーブオイルはまあいいんだけどニートフットオイルとかやるとねマジでカビってて、私何度も足入れた瞬間、足入れるっていうか、まあ、シューツリー抜いた瞬間かな多いのは。うわんだこれってなる。もうシューツリーがカビだらけでさ、あの真鍮みたいな金色のチューブの部分がさ真っ青になっちゃってさ、なんだよこれってなってる毎回。じゃあヤスリでちょっと削るか。これちょっとコバがさ分厚いからさ多めにヤスリ取ります。いやーあのねー靴の中はささすがに綺麗にしたいじゃん。嫌じゃんでまあ単純にね足が臭くなるっていうカビてるからさ、カビてるやつをね履くとねあの足が臭くなります。で当然菌だからさカビ臭いっていうじゃんあれが起こります。でまあそれ最悪もう嫌だけどいいとしてさ、いいとして水虫になる確率も上がると思うんですよ。でこれはなんかその学術的な話があるとか全くないんだけど、わしの予想なんだけど水虫ってカビじゃん。ってことはカビの中にこう繁殖してるカビの中に水虫の原因になる菌、なんてだっけあれ、なんだっけ忘れちゃった、まあいつがっていうかあいついるでしょ確か。だからねマジでやばいんだよ。青カビの一種なんだっけあれ。青カビたまに生えるからさマジで気をつけた方がいい。水虫の危険性も上がるわけよ。でさ靴下もねめっちゃくちゃ汚れる。黒くなるよ靴下が。あれマジでやばいカビはカビ生えた靴を履いちゃう。なんで履いてんだよって思うかもしれないけど、気づかないで履いちゃったことあってさ、結構ついこの前なんだけど、クロケットのスタダムスナップシューズをさ12月1日のライブに行くときにモネ店行ったときに、まあ履いたの。それがね 2,3 年ぶりくらいだったの。4年ぶりくらいだっけ。でとにかく久々に履いて、でももう行かなきゃって感じだったからさ、とりあえずバーってシューツリー外してもう急いで家を出たわけよ。でさまあまあまあいろいろあって帰って見たらなんか靴下がすげえ汚ねんだ。えって思って、なんでこんな汚ねえんだって思って中見たらなんかカビの跡みたいなのが結構あるわけよ。でシューツリー見たらすげえことになってて、うわマジかよって。取り出した時は気づかなかったんだけど、なんか今見たらめちゃくちゃすげえことになってるってなって、でなえたとにかくなえた。でね匂いもねなんかね微妙な匂いがするわけよ。なんだこの匂いみたいな、なんかそう足の臭さとはちょっと違う匂いなんだよね。
なんか臭いには変わりないんだけど、なんか変な匂いするんだよなっていう、あの感じがね、すげえよくわかんねえよ、あれ。あれ大体カビの匂い。カビ臭さが勝ってる感じだね。で、当然ほら、靴下なんか、それ、普通に洗うの気持ち悪いからさ、ちょっと別個で洗ったりしてさ、カビキラーなんか使っちゃダメですよ、漂白剤だからあれただ。あれカビキラーって、殺菌効果ほぼないんだよね、あれ。漂白剤だからあれって、黒カビとかを白くしてるだけなんですよ、あれ。色抜いてるだけなんですよ。最初ピカピカさんが教えて、なんか怒った。なんだ。ピカピカさんが教えてくれた時さ、そうなのって感じで、マジで驚いたんだけど。まあ漂白剤だから靴下、あ、まあ真っ白の靴下にって言ったらまだいいかもしれないけど、ダメになるから繊維も弱くなっちゃうしさ。だから染み抜き考えないんだったら、まあ普通に洗うくらいで、手洗いしてね、ザーって洗うくらいでわしはいいかなと思ってるんだけど、カビはね、難しいからね。まあ布、特にポリエステルとかだしさ、靴下なんて。あ、わしは綿が多いかな。わし、なんだかんだ靴下はね、まあ、2000円前後の履いて、1500円から2000円くらいかな。くらいの履いてるんですよ。意外とこだわってる。で、こだわってはないんだけど、こだわってる風にしてんの。そこだけ、そこだけすっげえ表面上なんだけど、やっぱさ、靴下もかっこいいんだよね。履き心地もいいし、あの高級なやつは、包み込みとかめちゃくちゃいいんですよ、高い靴下って。まあ高いって言ってもそんくらいだしね。もっとさ、なんか2万円する靴下とか見たことあるけど、履いたことはないですけどね。あんな高いとちょっとえってなるけど、まあ、2000円くらいだったらね、全然いいと思うんですよ。私これピカピカさんのエピソードでまた驚いたことがあってね。ピカピカさんがさ、靴下の話になって、私がもう靴下は1500円から2000円くらいの買ってますよって、その時もね言ったと思うんだけど、したらよくそんな高い靴下買えんねって言うんですよ。で、ピカピカさんの方がさ、いろいろ余裕ある人だからさ、ただの嫌味にしか聞こえなかったんだけど、もう俺みたいな庶民にはそんなの買えないよとか言うんだけどさ、その後なんて言ったと思う、まあ、今は違うみたいだけど、俺昔靴下を100均でいっぱい買ってたんだよ。え、なんでですかって言って、したら、いやほら、一回履いた靴下履くの嫌じゃん。パンツ持ってたかな。だから毎日履いて、履き終わったら捨ててってやってたんだよ。何それみたいな。そんなとんでもねえ贅沢してた人に言われたくないんだけど、みたいな話ですよね。マシなんて、まあ定価1000円で、500円でセールで売ってた、なんか、福助かなんかの靴下を、7年くらい履いた記憶あるから。アガイル柄の。懐かしいな。ベラッベラになっちゃってさ。さすがにダメだろうってことで、やめたけど。だから100円つったってさ、3000円くらいはかかるわけじゃん。月。で、なんだかんだいい靴下だと、まあ例えば5足くらいでどんくらい持つかな。5足あっても1年は持つか。まあ半年は絶対持つな、私は。
だから、あれ言ってもそんな変わん、でも向こうの方が高いよね。もう2000円だとして2 2 50 10 5足で半年、半年1年も持つものは持つしさ、もう半年だってちょっとあれかもしれないけど、まあ半年だとしてもよ、1万円で半年でしょ。3000円がサブ60は1万8000円。そしたら2000円どころか、3000いくらの靴下5足買えるようなもん。まあね、その、まず話が違うからさ。一回履いた靴下、洗ったって気持ち悪くないっていう考えだと、だったらね、そんな高級な靴下を洗って履くよりかはの方、そっちのやり方の方がねいいのかもしんないけど、別に気持ち悪くなくないわしは気持ち悪いとは思わないんだけど、まあ新しい靴下の方が気持ちいいけど、古いから気持ち悪いってよっぽどなんかなきゃね、したら捨てるし、そんな気持ち悪いレベルな、まあ、だからそういうの気にしないんだったら履き心地がやっぱ良くなるから高級な靴下買った方がいいですよ。本当にね、高級な靴下って皆さん、あのただ高いだけじゃなくて、生地がいいとかじゃなくて、ちゃんと形もね整ってんのよ。だから足のホールド感がマジで上がるし、それによって靴の履き心地結構変わるんですよ。まあ基本的に薄いのが多いけどね、やっぱわしもロングホーズみたいなの多いし、たまにね間違えてロングホーズしか買わないつもりでいるのに、なんかあのミドル丈みたいなやつ買っちゃったりして、なんか後でうわんだよこれみたいなミドルじゃんっていうのは多い。クリストフ・ポーにもう一回塗っとくか、あのコバにねアッパには塗んないよ。でも意外とねもう浸透しちゃってんだよね、結構いい感じに浸透してんの。なんならクレーム塗ってもいいくらいだなっていうくらい、もうすでにね。クレーム塗っちゃう？クリストフ・ポーニーでもうなんか浸透しきっちゃった感じなんだけど、わかんないんだよねこういうイタリア系の革って。ほんとにね表情が読み取れないんだよね、なんか何を要求してんのかも全然伝わってこない。イタリアは本当になんかやっただけでいい感じになった。ほらこんなに血が油塗っただけで、まあ結局薄くなっちゃうけどね。まあじゃあクレームのニュートラル塗っとくか。でペネトレイトってあったよね、ニュートラルの、あれ塗ってちょっと放置だね。まあクリストフ・ポーニー塗ってるってのもあるし、油分ちゃんと浸透させたいってのもあるし、もうクリストフ・ポーニー一回塗っちゃうと3日は置かないとね基本的に。でもこの靴はねもうちょっと早めに終わらせられそうなくらい、なんなら明日かそんなくらいでも、1日置いただけでも完全に浸透しそうな勢いで、今結構カサカサ。塗るのはでもさすがにやめとく。もう一回塗ってもいいでしょって思ってるから、多分ここで終わりなんだと思う。じゃあニュートラル塗りましょう。ペネトレートねえぞ、ペネトレートないな。まあいっか、じゃあ普通に、てかさっきのさ、まあいいや、シュートリックっていうのがあるんですよ、クリストフ・ポーニーの。これはこれの方がいいかもしんないライニングに塗るなら。でちょっとこういうなんかヴィンテージなのかヴィンテージじゃないのかよくわかんないんだけど、ヴィンテージ系の革とかだったらさっきの
スポイトでやってたあれの方がいい。ただあれ超高いんだよ、本当に高いのあれ。だからね、ちょっと躊躇するんだけど、あのシュートニックだったらね、色濃くなんないからいいんですよ、そこは。だし、オリーブオイルみたいに一回塗ったらもうツヤがかなり出しにくくなるとか、そういう変な副作用もないし、ちゃんとね、ツヤは出てくれるんですよ。だからあれの方がそこに関してはいいかなって思いました。今ね、あの瓶を見て思い出しました。忘れてましたね、完全に。あれの存在。だからしょうがない。今回はもうこういった流れの作業を4連チャン、まあ、ただね、あのシェットランドフォックスにはあのシュートニックはおすすめできない。液体は浸透がさ しにくいっていうか、で しないとほらしないでもほんとぬるぬるするんだけど、まだクリームの方がね硬化してく、硬くなる。まあそうなればどうにかこう変な、なんつうのかな、履き心地にはなるけども、靴下の汚れとかは収まるし、収まるというかまだマシになる程度なんだけど、やっぱこんな感じだな。クレームはもうこれ以上塗んなくていいでしょ、さすがに。ちょっと履き口は塗っとこう、履き口もう一回塗って、まあ、もう一回ってこれでね、まあ、クレームはね別にツヤ出るからいいんですよ。これは油分型にはあんまなんない、このやり方なクレームなら。油分型になる前にクレームってロー分が多いから勝手に固まっちゃう、で油分がもう浸透していかない、そんな感じになるから、クレームはね本当に油分補給で失敗絶対したくないって時はもうクレーム使う。クレームのニュートラルだけを使う。ニュートラルって結構万能なんですよ皆さん。汚れ落としにも使えるし、まあ割高だけどね、だいぶ超無駄になるんだけど、まあ汚れ落としにも使える。で水分補給はちょっとできないけども、油分補給はできる。撥水性も高くなる。ツヤ出しもできる。そして表面磨きまではできないけど、ワックスみたいに塗ることもできる。ただしすげえやりづらい。だからまあ全部の、まあ、水分補給はできないけど、ほぼ全ての工程をまあこのクリーム一つでできる。代わりにまあどれもそんな大したことないっていう。汚れ落としはね、まあ弱くはないけど、リグロインでいいし、リグロインの方が安いし、強えしっていう話で。で、まあ水分補給できないのはね、マジでそれしょうがないけど、油分補給だけはまあピカイチが。ただし、本当の油塗るよりはね、全然。弱いもんです。でツヤは出ますけど、まあ色がついてないからさ、まあ、そういう時は黒クリームで、あ黒クレームで、ね、やるっていうのもいいかもしんないけど、色がねない場合はもうニュートラル1本だと、まあ色ない代わりにこう、ま、曲げたところからこう白っぽいさ粉が出てくるとか、あとツヤがこうちょっと曇って見えるとか、白いからさこうやって固まるとちょっとねこう鮮やかさに欠けるんだよね。
で表面に関してはもう表面になんないし、ワックスの代わりにも正直なんないくらいのふにゃふにゃ度で何も守ってくんないっていう、結構悲しい、まあ言い方になっちゃうけどねでもまあ一本あれば一応できはするよね、そんだけ。でもそれで言えばデリケートクリームとニュートラルがあればもうマジで中、デリケートクリーム、なんだろう、最小限に抑えるとしたら、まあ値段はもういいとして、そしたらまあクレームのニュートラルがあればマジで終わりかな。まあデリケートクリームあってもいいかもしれない。あとまあまあ、もう一つこだわれんなら、やっぱワックス。もう最小限っていうことだからもうニュートラルなのはしょうがないんだけど、ワックスかな。まあ矢沢系のワックスのニュートラルか、まあ、ミラーグロスとかそういうのでもまあ最悪で、あと水はまあいいよね、水でアルコール水がいい。まあウォッカって言ったらいいか、ウォッカいいね。ウイスキーはさ、なんかよくわかんないウォッカの方が個人的にいいんじゃねえかなとはちょっと思うんだけど、まあだからそんくらいの 50% はいかなくて 40% くらいのウォッカですね。あとは、まあ、脱脂綿と寝る布は欲しいかな。脱脂綿と寝る布でいけるか。そうだね。だから、あ、まあ寝る布、あ、でも結局、コンパウンド入れたとしても、コンパウンドはだって、脱脂綿かコンパウンドか、なんでコンパウンドも脱脂綿もってなっちゃうと最小限とはちょっと違うかなって、まあ、個人的には欲しいけどね。まあ脱脂綿かな、それで言えばもうちょっとコンパウンドよりも万能に使える。コンパウンドは結構守備範囲狭いから使える。そうね、だからクレームニュートラル、まあ矢沢系のワックスのニュートラル、デリケートクリーム、まずその3つのものと、ネルヌの脱脂綿5つ。あとはブラシか、ブラシはな、ブラシは馬毛だけあればいいかな。だからまあ6つだね。6つあれば基本的にうまくいくと思います。そんな感じでとりあえず油分補給したんで今回は以上です特に何にも面白いことはないんだけど、水分補給と油分補給をしました。まあ前回のちなみに赤く塗ったあれは全くなくなったでしょ。でもまあ色落ちはしてないから、まあ、ちょうどいいのかなあれでそんな感じで今回は以上です。また次回ね磨いていきますので見てください。